どうも、こんにちは、こんにちはでございます。今日は一体どこにいるのかっていうとですね、宇前高松駅というのいますね。宇前高松駅です。一体ここはどこなんだみたいな感じでございますがですね、山形県みたいですね。どうやら山形県みたいらしくて、まあ、とりあえずですね、ちょっと、車走ってたら、通りかかったんで、それで動画を撮るという、それだけなんで、何線の何という駅かもよくわかんないですから、JR の無人駅ということだけは僕わかってるんで、これから無理無理ですね、ここでですね、10分以上の動画を撮ってやるぜということで、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。一体誰がこんな動画を見るんだかっていうかですね、謎でございますが、いいんだ、俺が撮りたいから撮るんだよということでやっていきたいと思います。宇前高松駅のですね、駅レポでございますね。もうやけくそでございますが、行くよ。宇前高松駅ですね、すごく綺麗な駅舎で新しいピカピカなんですが、まずですね、中から撮っていきましょうかね。人が来るとですね、まずいんで、タクシーのね、こんなね、呼んでくださいみたいなね。でこんな感じですね、非常に綺麗ですね。で横向きのこう長い横向きのベンチがあるんで、まあ駅寝して、駅で寝るにはもう理想的なあれですね。駅寝していいのかどうかわかんないですけどもですね、防犯カメラ的なものはついてないし、もしかしたらここ駅寝するには最高ですね。ただやっていいのかどうかはわからないですね。あ、ちなみにここはですね、JR 佐沢線ですね。JR 佐沢線というところだみたいですね。あ、路線図がありますね。路線図があるので、山形駅から佐沢線に乗ってですね、へこへこ来て、まあ、ここっていう、やっと私も今現在地がわかりました。で、今時間がですね、5時17分なんで、5時23分山形行きですね。5時23分山形基地のあと5分ぐらいで来るんで、これをまず撮影していきたいと思いますね。こんな感じですね。あ、なかなかですね、面白いですね。このお写真がいろいろ出てますね。お写真ですね、こんな感じですね。あ、ライトアップされて新駅舎、あ、駅舎ができたのがですね、平成22年にこの新しい駅舎ができてですね、21年に、まあ、お釈迦ポになったということで、まあ、こんな感じの歴史があるということで、まあ、こういうところに歴史をですね、感じさせてるわけでございますね。それでですね、どうしようかな、さあ頑張るぞ。なんか、駅の向こうに川が見えますね。川が見えますが、地図に、こちらの地図には川は書いてないですね。寒い川の絵とかって、なんていうんですか、鯖江市って読むんだっけ、なんて読むんだっけ。僕ちゃんはですね、漢字が苦手なんで、佐賀市だっけな、これな、わかんねえや、まあいいや。そんな感じですね、どん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 ね、やっていかないとね、尺が取れないですからね。なんですかね、これはね、小学校のですね、いや、避難所ですね。避難所は映ってるってことですね。で、こんな感じになってますね。17時ね、23分山形行きはもうすぐ来ますんで、ホームの方に出てね、電車のお出迎えをしたいと思いますが、ホームには誰もいません。ホームにはですね、誰もいないですね。ご使用済みの切符はですね、ここにおいでくださいというお箱があるだけでございまして、スイカのタッチもないです。あ、お便所がありますね。お便所はチェックしないとダメですね。お便所はチェックします。あ、ガラガラって人がいたらどうしよう。あ、いいね。あ、なかなかいい。あ、綺麗なトイレですね。ただ温水洗浄便座はないようでございますね。あ、なかなか、あ、傘立てとかありますね。なかなかおしゃれですね。やっぱ新しい駅ですね。で、こんな感じになって、これが駅のホームでございまして、向こうにあるのがですね、高速道路なんですが、多分山形道か、まあなんか、あ、どっかの電車、あのあれですね。で、単線一線のこういう駅で、川が流れてると思ったら川じゃなくて田んぼでございますね。田んぼに水が張ってあるだけでございますね。で、2両編成と4両編成ということで、こんな風になっていると。で、宇前高松でございまして、うの宇前高松でございまして、ね、そんな感じになってて、それでですね、山形はどっち方面なんだろう。山形は多分、山形はね、僕の予想だとね、こっちが山形ですね。で、多分ですね、こっちがですね、山形から遠い方なんで、そっちに行くということでございまして、左の沢って書いて佐沢線って読んでいいの？なんかさ、別の読み方をするっていう難読
駅でさ、左の沢って書いてさざわじゃなくて別の読み方があるとかさ、そういったことを僕はちょっと聞いたんだけれども、なんて読むのか、左の沢って書いてこれさざわって読んでいいのよくわかんないんだけどさ、なんか違うっていう話も聞いたことがある。まあいいや、どうでもいいね。なんかですね、対策委員会とかあってですね、お釈迦ポンになるんじゃないかっていう恐怖があるような線路みたいですけど、よくわかんないですね。はい、ホームがね、緩やかにカーブしてるような感じですね。でもですね、対策委員会とかでごちゃごちゃ言いながらですね、こう平成22年に、駅舎を建て替えてるんで、JR はですね、潰す気がないと思いますね。潰す気があったらですね、駅舎なんか新しくしないんで、潰す気がないんで大丈夫ですね。で、正面にあのこれなんだろう、これはですね、農協の倉庫がありますね。もう何でもかんでも映さないとですね、尺が稼げないのでありますので、頑張って撮影していく僕ちゃんでございますね。あ、こんな感じでございますね。でここになんかですね、何だろう、なんか偉そうな石碑がありますね。駅の脇に古い石碑がありますが、何の石碑かよく分かんないですね。でここに自転車置き場があって、で駅前に結構広いスペースがあって、勝手にいくらでも車止めて OK ポンみたいなノリでございますね。そしてここになんか広いスペースがあって、どうなんですかね。それで向こうも結構広いスペースがあるので、もしかしたら昔は列車交換ができたり、貨物がいろいろ入れたりとか、そういったでかい駅だった可能性はありますが、今は単線一線の、まあ、こんな駅だということでございますね。でもうすぐ電車がですね、多分こっちから来るはずです。山形行きなんで多分こっちから来るはずです。僕ちゃんの予想はですね、結構こういうところは当たるわけでございますね。でなんか立派な煙突がありますね。この煙突はなんだかよくわかんないですね。で工場ですね、工場の煙突が1本立ってる。すげえなこの煙突だ、風呂屋の煙突みたいでございまして、すごいですね。もうすぐ来るはずです。で4両編成か2両編成ですね。で反対側は、止まる位置は1つで決まってる。まあ駅舎の位置があそこにありますから、山形行きの、まあ、向こうに行くやつは同じところで止まって乗り降りすると。で長いやつは2両は駅舎のそばに止まって、で、じゃあ短いやつは駅舎のそばに止まって、長い4両はここに止まると。で4両よりもうちょっと長いやつが多分来るみたいなんですけどね。その辺はよくわかんないですね。あ、来ましたね電車がね。電車来ましたね。これですね、2両編成ですね。あ、違う、4両だ。あ、4両編成の電車が来ましたね。キハ110系だけど色がいつもと違うぞ。これですね、なんとかないな、よくわかんない。あ、なんか偉そうな感じで、なんか偉そうな作りだけど偉くないみたいな偉そうな作りだけど偉くないみたいな。ワンマンなんでしょうね。車掌さんは乗ってる雰囲気じゃないですね。ワンマンですね。普通山形行きでございますね。誰か降りる、あ、一人乗られますね。一人乗車されますね。それで降りる人は、あ、いらっしゃる、いないですね。車掌さんが一人いらっしゃるだけですね。運転手さんか、運転手さんか車掌さん、あ、車掌さんと運転手さん両方いるんですね。それで一人一人こういうふうにいらっしゃるみたいな感じになってるということですね。ワンマンの表示がないから、もしかしたら車掌さんと運転手さんがいて、車掌さんも前にいたと、改札が前にあるからと、まあそんな感じ。あ、そうですね、あ、先頭車にいれや2号車ぐらいにいた、前から2号車ぐらいのところにいたんで車掌さん1人いますね。そんな感じになってるという感じですかね。はい、行ってらっしゃいませって感じですね。ラッキーで電車が出ていくわけでございますね。電車じゃない、機動車ですね。あ、山形行きの機動車が出発していくわけでございますね。ここは、なんて駅だっけ、駅名忘れちゃったよ。なんて駅名だか忘れちゃったけど、まあ、JR の駅でございますね。駅名表示ですね、駅名表示がちゃんとあってですね、西佐賀江ですね。佐賀江って読むんですね。寒い川の川ですね、寒い川の川と書いてですね、これでですね、佐賀江と呼ぶんですね。寒い川の川で佐賀江でございまして、で西がついてイースト佐賀江でございまして、そんな感じになってるところです。でこっちが、芝橋で、こっちは平凡ですね。誰でも呼びますね。で左の沢って書いてね、これ佐沢って読むんじゃなかったんだよ、別の読み方があったと思うんですけどですね、忘れました。何も調べてないんですよ俺、動画撮る時で。たまたま歩いてたら駅があったんで、っていうか車運転してたんですよね。たまたま駅があったんで撮ってるだけです。でも本当新しくて立派な駅舎ですよね。本当に新しくて立派な駅舎なんで、まあ廃止にはならないってことですよね。ここに駅舎を新しくするってことはそういうことです。それでね、近くにねバス停がちょっと見えるんで、バス停の方チェックしてみましょうかね。はい、これがね、宇前高松駅ですね。宇前高松駅があって、そして郵便ポストがあって、まあ
あれがありますね。その公衆電話があって、それで駅前に広いスペースがあるんで、まあ、この辺ですね、車勝手に止めて全然 OK の雰囲気ですね。何の表示もないんで多分大丈夫だと思うんで、まあ、私も勝手に止めさせていただきます。で奥にですね、自転車置き場があって、正面は民家ですね。でこの前にあるファッションロードってお店は何かわからないですね。ファッションロードってお店があって、その横にですねプールシャンティっていう、お店がありますが、これも何のお店かわからないですね。地元の人じゃないとわからないお店ですね。でこれが、小さな旅モデルコースとか言ってですね、まあ、この辺散策するですね、なんかこういうご提案があるみたいでございますが、行く人はいるんでしょうか。地元の小学生とかいるかもしれないですね。でこれがですね、コミュニティバスで道の駅西川ですね、それから、佐賀駅ですね、この辺を回るというような感じですね。ちなみに西の駅西川からはですね、ガッサンスキー場の方に行くねバスが乗り継げるようになってるはずですが、まあまあ関係ないね。今はですね、このプールシャンティってね、この高松駅のお向かいにあるプールシャンティってお店があったんで、覗いてみたら、なんとですね、洋菓子屋さんでございましたね。洋菓子屋さんでございますね。僕ちゃんはともかくですね、洋菓子が大好きでございましてですね、特に、ナポレオンパイが大好きでございますね。僕ちゃんは洋菓子が大好きで、その中でも特にナポレオンパイが大好きでございます。でここが宇前高松駅ですね。宇前高松駅があって、正面になんか居酒屋さんが1軒あって、そしてぐるっと回って結構趣のある民家がありますね。でここにマックスバリューですね、マックスバリューがあって、その奥に、歯医者さんですね、歯医者さんがありましたね。あと美容院と整骨院があればね、ここも大都会の仲間入りなんですが、ちょっと見当たらないですね。でこれが西高松駅で、正面にですねファッションロードっていうのがあるんで、これもしかしたら洋服屋さんなのかなと思うんですが、表は結構綺麗なんですけどですね、奥は結構年季が入ってですね、時代がかっててですね、なんかこんな懐かしい煙突みたいなのがあったりとか、こういう古いですね消火設備、消防設備じゃない、これあるいは灯油入れだ、灯油入れとかあったりとかですね、なかなか この正面側の作り絵とこの裏側のコントラストがですね、僕はこういうの大好きですね。でこれが備前高松駅なんですが、ゾン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 ちょっとですねありましたね、カットパーマの店高橋ですね、美容院ですね、床屋さんなのかな、それとも。で備前高松駅があって、ちょっと入ったところにあの煙突があった工場なんですが、非常にこういう門柱なんかでね年季かかってるんで、歴史を感じさせますよね。こういう木とかですね、こういう木がすごく古い木があったりとかするでしょ、こういうの結構ね古い昔からの工場であることが多いですね。本当にすごいですね、この煙突ね。かっこいいですよね、この煙突ね。この、なんかこの煙突だけでなんか、一本詩が書けそうですね。そんな感じです。ポエムな世界ですね。はい、それでですね、この石碑なんですよね。これが備前高松駅ですね。高松駅で、この石碑なんですけど、何なんですか、全く読めないですね、これね。ちょっと、相当歴史があるものなのは確かなんですけれども、謎ですね。はい、謎ということで終わりにしたいと思います。あ、ちなみにこの後ろにあるです、これ、これはですね、雨量計だと思います。あんま関係ない、どうでもいい話。本当に駅前がこうすごく広いんですよね。で、新しい駅舎があって、そしてまあ自販機があるってことなんですよね。でも平成22年にこの駅舎建て替えたんですけど、まあこの公衆電話は撤去せずに残したんですかね、22年にね。まあ駅舎は同じ位置に多分建てたと思うんですけどね、公衆電話もいらないような気がするんですけど、なんか駅の周りってすごくね公衆電話がすごく多いですよね。こんな感じですね、ぐるーっと回って駅、こんな感じです。しかしこの煙突すげえかっこいいっすよね。この土台ですよね、ここにこの石碑があって、でなんかこのアンテナですね、アンテナがあって雨量計があって、この土台の基礎は一体何の残りなんですかね。こういうのもちょっと気になったりしますけどね、特にこうやって横にピョーンとこう飛び出てるじゃないですか、こういうのがですね、一体これは一体何だったんだろうなとかですね、そういったことを考えさせますね。でこんな感じでここにゲートがあると、でなんかこう電柱みたいなね残骸がこういうとこにあって、で JR 左佐沢って書いて、これなんて読むんだっけな、佐沢じゃねえんだよ、忘れました、なんかですね何の下調べもしてねえんだ俺、まあ、そんな感じになってるということですね。すごいね、しかしね、どうしようか、まあなんか映す
まあ、これで一応8分ぐらいの動画にはなったろう。いいか、これで終わるか。というわけでね、その一応撮影終わるんですけどですね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。以前高松駅からのレポートです。以上です。